こんにちは、皆さん。今日の講義は書籍、専門医が教える肝臓から脂肪を落とす食事術、予約の取れないスマート外来のメソッドについてです。この本は健康管理やダイエットに興味をお持ちの方々にとって革命的な情報を提供しています。著者である緒方明先生は長野県佐久市立国保浅間総合病院外科部長であり、スマート外来の担当医でもあります。そして彼は肝臓外科医としての豊富な経験をもとに、肝臓から脂肪を効果的に落とす方法を指導しています。まず、なぜ肝臓の脂肪が重要なのかを理解する必要があります。肝臓は体内の中心的な臓器であり、脂肪代謝にも重要な役割を果たしています。この本では肝臓の脂肪が内臓脂肪よりも皮下脂肪よりも最も落としやすいことが強調されています。しかし、多くの人々が気づいていないのは、脂肪分を控えていても、お酒を飲んでいなくても、肝臓に脂肪が蓄積する可能性があるということです。緒方先生は肝臓に脂肪が蓄積することが健康に及ぼす影響を深く理解しています。彼は肝臓外科医としての豊富な経験から、肝臓の脂肪を減らすための効果的な方法を開発しました。そしてそれがスマート外来で実践されています。このスマート外来は専門医による病院でのダイエット専門外来です。肝臓先生と糖尿病の専門医が連携し、科学的根拠に基づいた食事指導を行っています。そしてその結果、驚くべきことに8割の患者が3ヶ月で5キロもの減量に成功し、しかもリバウンドの心配が少ないというのです。この本はそのスマート外来で行われている食事指導のエッセンスを凝縮したものです。脂肪肝や肥満解消、糖尿病改善を目指す方々にとって貴重な情報が詰まっています。そしてその方法は一般の人々でも簡単に実践できるものばかりです。緒方先生の著書はまるで診察室で専門医が個々の患者に語りかけるような親しみやすさがあります。彼の豊富な経験と知識がこの本を通じて読者に届けられています。この書籍は単なるダイエット本ではありません。それは健康を取り戻し、より良い生活を送るための導標です。肝臓から脂肪を落とすことは単なる美容や体重管理だけでなく、健康な生活を営むための重要な一歩なのです。この書籍を読んで、緒方先生の知識と指導を生かし、健康な未来に向けて一歩踏み出してみてください。そして最後に、読書で美容と健康の勉強も大事ですが、美容と健康には人のニーズや目標に合わせた専門的なサポートの提供、効率的かつ効果的な結果を得るためのプログラム、単に読書だけでは得られない個別の指導やモチベーション向上も必要です。そこでご紹介するのが、ライザップ結果にコミットプライベートジムとライザップウーマンです。ライザップ結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングや食生活、メンタルのマネージメントなど、個々のニーズに合わせたプログラムを提供しています。30日間の無条件全額返金保証や完全個室のプライベートな空間など、安心してトレーニングに取り組むことができます。さらにライザップウーマンは女性専用のプログラムであり、ウエイトトレーニングやお食事管理、美容マシンを使用したトレーニングなど、美しく健康的なボディラインを目指す女性に最適なサービスです。個別の目標やニーズに合わせたトレーニングメニューや食事アドバイスを提供し、結婚式や産後の体型変化など様々な状況に対応しています。これらのプログラムは単なるダイエットだけでなく、健康管理にも特化した重要なサービスとして注目されています。専門的なトレーナーによる個別の指導や効率的なトレーニング方法、食事管理のアドバイスなど、読書だけでは得られない情報やサポートが提供されています。最後に、これらのプログラムを通じて自分自身の健康や美容にコミットし、理想のボディラインを手に入れることができます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。